ではリクエストいただきました、ジッタリンチになります。プレゼントピアス、あなたが私にくれたもの、ブラックジャックのハンチング、あなたが私にくれたもの、ユニオンジャックのランディング、あなたが私にくれたもの、丸いレンズのサングラス、あなたが私にくれたもの、オレンジ色のハイヒール、あなたが私にくれたもの、白い真珠のネックレス、あなたが私にくれたもの、緑色した細い傘、あなたが私にくれたもの、シャガールみたいな青い夜、大好きだったけど彼女がいたなんて、大好きだったけど最後のプレゼント、バイバイマイスイーパーアーリー、さよならしてあげるわ。懐かしい、久しぶりに歌いました。こちら最近、今日かな私のファンになってくださった方のリクエスト。あなたが私にくれたもの、グレース・ケリーの映画だけ、あなたが私にくれたもの、ビビアン・リーのブロマイド、あなたが私にくれたもの、バディ・ホリーのドーナツ版、あなたが私にくれたもの、ヘップバーンの写真集、あなたが私にくれたもの、お菓子の詰まった赤い靴、あなたが私にくれたもの、テディベアのぬいぐるみ、あなたが私にくれたもの、アンデルステンのドアの本、あなたが私にくれたもの、夢にまで見たわ夢、大好きだったけど彼女がいたなんて、大好きだったけど最後のプレゼント、バイバイマイスイーパーアーリー、さよならしてあげるわ。わかんないけど、なんか歌ってた気がします。なので全然歌えました。
もうだいぶ前にこれ結構歌ってて、ね、でもかわいそうな曲ですよね、本当に。こんなプレゼントたくさんもらって、それで極めつけが彼女がいたってね、えって感じですよね。セカンドだったってことですかね。ひどくないですか？いやー、プレゼントくれるからってろくでもないですね、これは。ねえ、そんなのいらないからね、ちゃんとしてほしいですよねって思っちゃうんですけれども、いやー、私はでも幸いなことにこういう経験はないので、あの本当には分かってあげられないんですけれども、いやー、こんな風なね、もう3倍返しですね。プレゼントも全部投げつけて返したい感じもあるんですけども、まあもらって、いいものはもらっておいた方がいいんですかね。わかんないけども、ちょっとこんなびっくりな内容ですよね。ねえ、ひどいね。ねえ、こんな男の人でも意外にいるんですかね。プレゼントでごまかしてるんですかね。ねえ、二股かけちゃってね。びっくりです、本当に。ダメですね、こんな男の人は。もうダメンズですね。でもこの曲はね、すごい、かわいい曲だし、私も好きで歌ってたので、今日リクエストいただいて、すごい楽しく歌うことができたので、リクエストくださった方、ファンになってくださって本当にありがとうございます。早速リクエストに答えさせていただきました。ジッタリンジンで、懐かしい曲、プレゼント、聴いていただきました。ありがとうございました。すごい楽しかったし、歌いやすかったので、またたまに歌おうかなって思います。